はい、こんにちは。今日はですね、こちらをご紹介します。デュアルポイントワイドストラップということで、その名の通り高級コンパクトカメラミラーレス一眼に最適な本革製のストラップになります。販売元えつみさんになります。まあ、えつみさんカメラのねアクセサリーで有名ですね。ストラップの長さはですね、こんな感じで102cm で、幅が 15mm ということで、こちら2つつけて首からぶら下げて使う形のワイドストラップになります。何に使うかというとですね、こちらです。ソニーの RX100M2、 はい、私かなり愛用しておりまして、もうねちょっと傷がこの辺もうついてきて、剥げて塗装を剥げてたりするんですけれども、今までですね片方のストラップだけつけてたんですけれども、ちょっとね不安なとこもあったりですね、両手使いたい時にすぐ使えなかったりということがあったので、ちょっと両方ね取り付けるタイプのストラップを購入してみました。なかなか売り場見てもね良さそうなのがないというかですね、こちらがね紐になっているものがあまりなかったので、まあ、パッと見てねこちら両方紐になっているよって分かりやすかったパッケージングされてたので、こちらを購入してみました。一眼レフなんかですね、幅広いところを取り付けられるんですけれども、まあコンデジはねこういったところちょっと見にくいですかね。はい、ここにストラップ取り付け穴と、幸いねこちら反対側にもあるので両方付けれる形となっておりますので、ちょっとね付けてみたいと思います。開封してね取り付けてみました。まずですね本革です。質感なかなかいいですね。ちょっと剥げてるけど、まあ気にしない気にしない、こんな感じでステッチもね入ってまして、おしゃれなブラウンです。他にもね色あったので、お気に入りの色チョイスしてみてはいかがでしょう。そしてねこちら外れるタイプとなっております。ですので、まあカメラだけね外してどっかしまいたいっていうことも対応しております。まずですねこちらストラップの紐の部分をですね、はい、このように両端に取り付けます。そしてあとはですねこちらをカチッと両方取り付けるだけで完成です。このような感じで取り付けることができました。こんな感じですね。はい、あとはこれを首にかけると完成です。はい、なかなかいいですね。いい感じのブラウンとブラックのボディが合ってるかなと思います。はい、ということで今日はですねこちらえつみさんから発売されているストラップをご紹介いたしました。商品名はデュアルポイントワイドストラップになります。 E-6509 になります。はい、こういったね高級タイプの、まあ高級、うん高級ですかね、高級タイプのコンデジだったりミラーレス一眼ね、あんまり重くないもの、まあここの説明では 500g を超えないものと書いてありますので、そういったカメラに最適な両側タイプのストラップになります。どうもありがとうございます。